日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。スターバックスの春の新商品5品をお届けします。こちらがストロベリーカシスフラペチーノ、洋梨とアップルのシブースカスタードシブーステーキ、エビとブロッコリーアボカド、サラダラップ、サラダラップだ、サランラップ、サラダラップだ、サラダラップ、サランラップだ、サランラップは、新用品だ、アールグレイスコーン、桜とベリーのパウンドケーキの5品です。以前の他に出てるドーナツやシフォンケーキ、ラテなどは昨年の販売された時に食べてますので、今回はカッツルーで、ではスターバックスで一足早いお花見を堪能したいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ですがお花見の前にお野菜が大事なので、まずはエビとブロッコリーのサラダラップからいただきます。中にはちょっと出すの大変だな。サラダラおなじみの牛乳野菜、美味しそうですね。ではいただきます。はい、続きましてはシブーストケーキ、上の方の栗生地がプリンのようにプルプルしているように見えますね。ではいただきます。続きましてはアールグレイスコーン、紅茶のいい香りがすでにしています。ちょっとチョコレート溶けてますけどね。ではいただきます。はい、続きましては桜とベリーのパウンドケーキ、ピンク色で可愛いですね。上のホワイトチョコもちょっと白くて桜のピンク色を引っ掛けてます。ではいただきます。はい、ラストはカシスフラペチーノ、カシスが入っているだけなくて、なんか八つ橋もいっぱい見えますね。これは和を感じられそうで、あっぱりできそうだ。では飲んでみます。ブロッコリーのサラダラップは野菜のシャキシャキで、ところどころにエビのムニッとした食感もあって美味しかったのですが、結構マヨネーズが強かったですね。なのでマヨネーズが苦手な方に、あなたの場合はあまりおすすめはできません。自分はマヨネーズは、まあ、好きではないが嫌いでもないといったところなので、まあまあでした。で、ね、続いての洋梨とアップルのカスタードシブーストケーキは、上の方のカラメルが苦めで、その下にカスタードがあるので、まるでプリンがそのままケーキになったような、そんな印象でした。で、ところどころにシャキッとしたような下リンゴの食感があったのが良かったです。その次に食べましたアールグレイスコーンは、紅茶の芳香な香りが口の中でホロホロと崩れるスコーンとともに広がってきて美味しかったです。ただチョコレートが溶けるので温めない方が自分は良かったかもしれないとちょっと思いましたね。続いて食べた桜とベリーのパウンドケーキは、ほんのり効いている桜の塩気がホワイトチョコやベリーの甘った甘酸っぱさとよく合っていて、じゅわーっと広がってくる甘酸っぱさとともに感じられて良かった。そして最後に飲んだこちらのフラペチーノは、カシスの甘酸っぱさ、爽やかさが口の中でふわっとクリームとともにまろやかになって広がってきて良かったです。で、ところどころにチョコレートの食感もあって、さらに八つ橋も入ってるので、もっちりとした食感間違えたのがありましたです。八つ橋ストローで吸うのはさすがに無理でした。まあ、だから中身取り出さないといけないのがちょっと面倒でしたね。ですが、今回
ペチーノは一番味の中で目立っていたので、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。